俳優の田中圭、吉田鋼太郎、林遣都がピュアな恋愛を繰り広げるテレビ朝日系ドラマ、オッサンズラブ、毎週土曜23。ユーゴチルダの特別動画、キュンキュン名場面集が、番組公式サイトと YouTube テレ朝チャンネルで公開された。吉田鋼太郎、左。と田中圭イコールテレビ朝日提供この動画は、吉田演じる黒沢の全力絶叫告白、春タンが、好きです、で幕を開け、怒涛の胸キュンシーン炸裂。視聴者をざわつかせた、シンデレラ伝説、での黒沢の名ゼリフ、シャワーを浴びる春田、田中、にいきなり投下された巻。林の、いろんな意味でドキドキ。する愛の告白をはじめ、様々な名言も次々と飛び出し、今日19日放送の第5話に登場する、春田と牧のデートシーンも先行公開されている。そんな第5話は、同居を解消しようとする牧を、思わずバックハグで引き止めた春田が、本能的に取った己の行動に混乱していると。牧から突如、直球ストレートの、春田さん、俺と付き合ってください、という言葉が投げかけられ、春田はうっかり、はい、と返答。まさかのどんでん返しで、二人は、付き合う、ことになるが、良くも悪くも鈍感でふわふわ。な春田は、この場合の、付き合う、がどういうことか、いまいち把握できないままだ。初めての経験にどうしていいかわからず、ひとまず通勤時間をずらしてみるなど、内緒で付き合い出したクラスメートカップルのような行動を取り始める。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。